はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン、ラクドスミッドレンジですね、になります。まあエクスプローラーのデッキ、まあちょこちょこね間開けながらやってますけど、まあファイナルが近いということでご了承ください。てかファイナル近いというか、これの投稿日ってファイナル直前の前日とかなんじゃないか。まあいいや。はい。で、多分今回のプレイヤーズコンベンションですかね、で行われます、チャンピオンズカップサイクル3かな、サイクル3のファイナルで、まあ多分一番母数自体は多いデッキなんじゃないかなと思います。で、今のエクスプローラーは置いといて、パイオニアの話ですね。パイオニアの話なんですけど、少なくとも大型の大会に出るのであればラクドスに負けるデッキを使ってはいけない、もしくはラクドス以外に全てに勝てるようなデッキしか使ってはいけないぐらいにはシェアが高いですね。はい。まあこのデッキの強みって何かっていうと、やっぱり一定以上というか大体の対面に 5.5 割取れるんですよ。はい。大体の対面に 5.5 割取れて、かつ本当に振り対面が少ないんですよね。まあこれに勝つために作られたデッキがあるんですけど、そのデッキって他のデッキに弱かったりとかっていうところあるんですが、このデッキってそういう完全対抗してくるデッキ以外、てかなんなら完全対抗してくるデッキ相手にも 4.5 割くらいは取ってくる、 4.5 割 4.8 割ぐらいの勝率は取ってくるんですよね。はい。まあそういうのもあるので、安定度がもうとんでもない高いんですよ、このデッキ。はい。なのでこのデッキは今回のファイナルでも相当数多いんじゃないかなと思います。はい。で、このデッキね、結構ノートとか書いてる方とかも結構多いので、私以外のお話とかも結構聞けると思うんですけど、個人的にはね、今回は私は使いませんけど、これに勝てるようなデッキ構築はしていきたいかなとは思います。はい。で、エクスプローラーの話に戻るんですけど、エクスプローラーにおいてはやっぱり思考囲いをしっかりと採用することができること、ゼーケツグーアっていう最強の動きがあること、シオルだったりとかの爪性能、ないしは除去の量の多さっていうので安定度がすごい高いっていうことで、BO1 でも強いですね。はい。収録は BO1 なんですけど、めちゃくちゃ強いかなと思います。で、ただやっぱり弱点っていう弱点もしっかりはあるんですけど、その辺については所感の方で解説していこうと思います。はい。というわけで、本日のデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率は8006勝の 75% かな。後でちょっと話すとは思うんですけど、どうして負けたかっていう話と、あとは、めちゃくちゃ勝率が高いので、多分8割とか取れると思うんですよ。特に BO3 だと。そういうところについては、初感の方で解説しておこうと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。キープでいいんじゃないでしょうかね。1、2、3、1、2で動けるのは確定してるので、税決から置いてあげて、初動のライフ削って、そこからバンクバスターとか使ってあげるか、こっちが土地引けるかどうかっていうところあるんですけど、それがないのであれば、しっかりとね動いてあげればいいのかなと思います。で、これは異界の進化軸のパルシューですね。これね、どれ取るかすごい怪しいんですけど、初動止めときますか。初動止めて税決で殴ってあげるのが一番強いとは思います。これグーアまでいけましたね。で、次のターンどうせ忌まわしい回収なんで、忌まわしい回収のあと、プッシュ引いた。これグーア置いて、忌まわしい回収使われて、とりあえずシガが出ましたね。血が出てますけど、置物が落ちてないんで、まだまだ大丈夫かなと思います。一応このターンは異界の進化とか使ってどうこうもできないですからね。なんで、しっかりとプッシュ構えておけば大丈夫かなと思います。次のターンは銀行破りで動く感じになるかなって感じですね。土地持ってくる動きが一番強そうな見た目はありますけど、サティロスの道探しも全然ありか。三つ探し持ってきましたね。で、このターンがカルヘリオンシュート飛んでくるターンじゃないんで、一応あるんですけどね、縫い石プラス土地プラス、この未練残りっていう手段はありますけど、それ以外の方法ではないので、一旦これでいいと思います。死が3枚落ちましたけどね、相手。はい。異界の進化からいろんなものを持ってこられるのも嫌なので、トレスパーを多分使うタイミングはないと思います。銀行破りもちょっと厳しいですね。なんでこれは
早めに一旦サティロスの水探しを落とします。そいつがあるとシェオルとかが飛んできてそこにプッシュ当てなきゃいけなくなっちゃうんでね。うん、なるほど。エンド、まあこのターンはまず一旦墓地を肥やさなきゃいけないターンになってくれるんで、まあそこに対してね、まあ骸骨だったりとかプッシュだったりとかを使ってあげれば OK かなっていう印象はあります。嫌なのは縫い師ですかね。縫い師が出てきた時はちょっと嫌ですかね。まあ縫い師が出てこないのであれば特に問題はないかなと思います。道探し、はい、あ、パルヒリオン落ちちゃいましたね。うん、あー、これなら一応墓地神、まあいっか。いや、グーラがもっといらなかったからこっち落とせばよかったですね。うん、まあでも一応ストップ、一応このためにね、結局残してあるんで落としましょう。ほい、うーん、チトー君をまあ切るか。グーラがいらなすぎるんで切ります。ケオル、目玉のブーツ、ケオル置いたら勝てるんじゃないかな。とりあえず殴ります。うん、次のターン、パルヘリオンが飛んできても13点しか入んないんですよ。13点しか入らないのでケオル置いて、で盤面が2体しかいないんですよね。で、向こうからインスタントでどうこうできるカードっていうのがプッシュしかなくて、で異界の進化が入ってる軸ってプッシュが少ないんですよ。なんでここ13点受けても耐えると思います。耐えて開始のターンに勝てますね。うん、13点受けて、ああそもそも残り4点だわ、これ勝ち確です。はい、ここで13点受けても盤面2体しか残んないので、うん、 100% 勝てます。大体ってことですね。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープなのかな、プッシュ特マンの影から入ってあげて、でまあ墓地神使ってどうこうになるかなと思います。うん、まあ、あとはベリアンとかですかね。相手はワンマリガン、囲いが飛んでくるとちょっとめんどくさいですけど、まあまあ大丈夫かなと思います。相棒もいないんでね。でとりあえず相手の動きを見ましょう。これはパルヘリオンシュートですね。はい、確定です。発生の器まで入っちゃってるのがちょっと嫌かな。そうですね、プッシュ1枚だとどうしようもないので、あ、でも3通車来たわ。3通車ならいいか。うん、3通車なら一旦墓地神置いてあげましょう。はい、これはいい形になりましたね。うん、ただプッシュをね、綺麗に動くことができないのでちょっとそこがめんどくさいかな。発生の器とかまあがっつり使ってくれるならそれはそれで OK なんですけど、夜に川、あ、これインスタントで使えるんで実は使わないが一番強かったんですけど、まあ何もないなら私は特に問題はないですけどね。うん、プッシュは構えたい。これはベリアナマイナスプッシュ構えですか。ベリアナマイナスしてフルパンして、まあエシカの戦車取ってあげてで大丈夫かなと思います。うん、発生の器使うだけなら特に問題はないので、あとは自分から捨てれるカードが欲しいんですよね。盤面から解体でということですね。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。マリガンですね。とんでもない手ですね、これは。まあまあまあ OK でしょう。このランドでいいかな。フェインランド戻しましょう。相手の色に合わせて動いていきたいとこですが、重装歩兵は秒速で縛いた方がいいんですが、まあプッシュ構えてあげるでいいか。トンズラとか早めに切ってほしいとこではありますね。うん、プッシュ構えてあげてで問題はないと思います。なんかくっつけてくれならしょってあげればいいですしね。消防先もめんどくさいので、まあ早めに落としちゃいましょう。まあ囲いプラスプッシュで動いてあげれば多分大丈夫なんで、ま
まあ、次の打点をしっかり取ってあげる形になるかなと思います。さて手札見ましょう。この証拠の巨匠は絶対にダメなんで消します。ちょっと一度落としましょう。うん、これで結構楽になりましたかね。これはこちらのアイパーメントのバウンスとブロックされない。はい、しばらくクリーチャー来ないと思うので、このクリーチャー来ない間にがっつり展開したいかなと思います。うん、そう、このアドリウスヒロイックみたいなデッキってこういうねガンガン展開されちゃうとどうしようもないことが結構多いんですが、これはどうしよっかな。1マナのインスタントへちゃんとなんかがあるかなんですけど、これは苦難の影使いそう、土地も使いそうですね。これエディット先に打ちます。うん、呪言不要なら大丈夫、破壊不能耐性でも大丈夫なんでこっちから行きましょう。でこれ苦難の影早めに出しちゃっていいと思います。これでサイズ結構でかいんで、うん、でかいサイズで押し切ってあげましょう。まあバウンスはあるんですよね。うん、バウンスはあるんですけど、まあこういう動きしっかりしてあげれば大丈夫だと思うので、てか相手のバウンスとか吐かせたいんですよね、こっちは。で相手大田原も切りたい見た目あるんで、でファストランドですね。ファストランドはまあ基本が来た時に使う形になるかなと思います。はい、まあ殴って苦難の影を起動しますか。まあ4回ぐらい起動したら相手もさすがに止めに来るんじゃないかなと思います。まあ、3回目も行きましょう。うん、ここまで行くと相手バウンスしないと2パンになっちゃうんですよね。なんでまあここで止めてて大丈夫だと思います。うん、バウンスしてくれて、ほい、まあ宝物切っちゃっていいので宝物切っちゃって出してあげましょう。この土地は置かない方が強いですね。456、そうですね、置かない方が多分強いと思います。でクリーチャーの枚数がそもそも少ないデッキなんで、まあこっち4枚破壊しましたからね、次引けるまでの時間で私はもういくらでも好きなことできるんで、好きなことはできるんですけどね。まあ1マナで2点増えるんで一応増やしましょう。うん、1マナで2点増えるんで、1点か、1マナで1点分だけ、まあ苦難の影の起動効果分1個分だけ増えるんで OK でしょう。ほい、まあこっちも起動して解散しておるんですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあこれはキープかな。ジェガンサがどのジェガンサかは分かんないんですけど、サクリファイスだったりするとちょっとめんどくさいですね。あー、ヒロイックこう、これはアルカニストか。いや、アルカニストは結局大丈夫か。証拠の巨匠が取られる、残るのが一番嫌なんで、これ取って、骸骨で落としてかな。うん、骸骨で落として、まあ、アルカニスト出てきたところをベリアナで落として、まあ、次のクリーチャーをもう一回ベリアナで落としてが一番綺麗になるかな、うん、と思います。メリアナで落としましょう。早めにこっちのカードを切りたいので、まあまあまあこっちで大丈夫だと思います。で最骨なんですけど、4マナあるタイ、5マナか、5マナあるタイミングで2アクションとかっていう動きをしたいかなっていう気持ちはありますね。うん、でここなんですけど、いくつか嫌なポイントがあるんで、まあでも即答単品だったらいいか。あーでもいいですね、侵入者が引けるならこっちがいいでしょう。うん、破壊耐性っていうのがついてくるんですよ、相手のところに。まあこれは一応アルカニストにしますか。破壊耐性ついてくるので、無情な行動の信用度がそんな高くないんですよね。なんでまあしっかりと白のね呪言不要だったりとか、その辺をしっかり落とせるようにはしておきたいかなと思います。で無化身を頑張って落としてくれるのであれば私は OK なんですよ。うん、手札1枚持っていけるんで、こっちん、あった、あー落ちて、危なかった危なかった。はい、2点入れましょう。
できればそっち、まあシオルが引けるならこっちですね。ほい、こっち引いて、まあベリアナ無常な行動みたいな動きをしたいとしたいかなとは思ってます。うん、一旦無常な行動を打って相手に、まあ呪言付与を吐かせてベリアナを通しに行く動きですかね。まあ、無言の怒りもう一回、ね、まあまあトゲ平原まで切ってくれたならこれはベリアナがすごいいい感じで通る形になるんで、そもそも打点が足んなくなるんで骸骨でもいけるようになるんですよね。なんで、あーならこうでしょう、はい、まあすごく楽になったかなって感じですかね。クリーチャーがいなくなったら相手のあのハンドってほぼいなくなるんで、うん、こっちの追加、クリーチャーがいないタイプのね、ボスヒロイクって何も怖くないんで本当に。まあジェガンサが出てきたらしっかりベリアナで落としてあげて、で問題ないかなと思います。重装歩兵、これはもう早めにプッシュ打っちゃいましょう。呪言不要とか破壊不能とかつけるのってターン終了時までとかなんで、このタイミングで打ってあげるのが一番いいんですけど、相手無料ないから引きすぎですよ。どうなってます、で落ちるんでですけどね。あーこれ竹沼からシオル拾ってくるのが一番強いか、うん、竹沼からシオル拾いましょう。ちょっと追放、あそうかトゲ平原で落ちるわ、まあいっか、うん、まあ大丈夫です。なんならトレスパでも全然強いんで。で相手ってこういう火力除去とかいっぱいあるんですけど、それとして問題が1個あって、クリーチャーがいないと破壊耐性みたいなスキルが全部腐るんですよね。うん、それがめちゃくちゃいいかなと思います。でジェガンサが出てきたらベリアナで落としてあげるで問題ないかなって感じですね。ほい、まあ速攻がないのであればベリアナも相当重いはずですからね。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的にはまあしっかりと除去しながら戦っていくことができる、まあ立ち回りがめちゃくちゃ安定するっていうのがいいかなと思います。でまあ不利対面についてっていうか、まあ苦手な動きに対してのお話ですね。対面としての不利っていうのはあんまりないんですけど、まあ除去さえ通れば何でも勝てますからね。でまあ不利な動きっていうのがしっかりあって、それがこっちってとんでもない上振れを引いた時にどうしようもないんです。まあ囲いとかである程度抗えるんですけど、例えば緑ターンとかですかね、先手ラノエル2ターン目からもうとんでもない 3マナの動き、4マナの動き、5マナの動きみたいなことをずっとされ続けちゃうと負けちゃうんですよね。要は相手がとんでもない分をした時の動きに対して対抗する手段っていうのが薄いんですよ。はい、まあ、それが、まあ、攻撃の弱点の一つかなとは思います。はい、でまあボチメタとかだったりとかね、その辺は刺さんないんですけど、プレインズウォーカーの処理っていうのも結構重くて、まあクリーチャー展開してくる分だけマシなんですけど、例えばアズゴンとかにも、まあこっちがね展開してるところを全体除去に流されてドミテフェが着地しちゃったみたいな、そういう動きとかすごい重いですし、まあグーアとかである程度解決はできるんですけどね、できるんですけど、そういうのはすごい重いですし、まあ本当にまあ大体の対面に 5.5 割が取れることっていうのが、まあ選択基準になるのかなとは思います。本当の上振れ相手には勝てないっていう感じですね。はい、ただ本当に安定度がすごい高いですし、不利な対面でも囲いとかをね、ハンデスとかを絡めることによって5割に近づけること自体はできるんです。なんで本当にプレイングが上手い人が使うともうマジで強いんですよ。はい、それがまあファイナル含めて、まあ大型大会上位でよく勝ってる人が多い印象っていうのがあるのかなと思います。それとやっぱりこのデッキ、まあ、この手のデッキというか、まあ、ラクドスって他の環境のデッキに対してね、まあ、大体 1.5 倍から2倍ぐらいの差をつけて勝ってるっていうところもあるので、その辺含めても使用者がすごい多いとは思います。使用者の多いこと、あとまあ難しいデッキではあるんですけど、まあ、難しいというか、まあ、プレイングがめちゃくちゃ出るタイプのデッキではあると思うんですけど、別に難しくはないんですけどね、はい、出るタイプではあると思うんですけど、まあやっぱり相手の上振れに対する対抗、コンボデッキとかをね、まあ、とんでもないコンボの動きをされちゃうとか、どうしようもなくなったり なくなったりするんで、その辺含めても難しいデッキだとは思います。ただとりあえず作っておくと永久に強いデッキだと思いますし、まあなんかモダンのジャンドとかなんかその辺レベルですかね、強いデッキだとは思います。めちゃくちゃ高いんですが、まあそれでも、非常に強いデッキ、かつ今後はパイオニアをするのであれば、作ってて損はないデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは